Nav Radio. My Navi. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第93回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする許容バラエティでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、はや、あのね、ちょっと、まあ、勘弁していただきたいっていうことが、ありまして。なんでものっけから勘弁してほしい。いや、ちょっと勘弁していただきたいなと。何が？勘弁してくれよじゃないよ。うん、勘弁していただきたいなっていうのが、下からの勘弁していただきたいの、そうだね、ということがありまして。あ、なるほど、ね。で、昨日ね、うん、あのライブあったじゃない。昨日、はい、だから水曜日ですよ。これ木曜日収録なんで、ライブは夜あったんですよ。夜、はい、なんだ、8時から9時半とか10時ぐらいですかね。8時から9時半のライブがありましたね、うん、で終わって、はい、携帯見たら、はい、何件かツイッターに DM が来てたの、うん、DM？ そう。で、俺 DM なんか来ることすごい珍しいから。来たとして大体チケット取り置きできますかねとかだからさ。ああ、まあまあね。うん。お客さんから。そうそうそう。うん、結構来てて、はい、10件ぐらいかな？うん。そんな来たの？そうそうそう。急に、え？と思うじゃん。はい。で、まあ、パッて、そう見たのよ、DM。なんだろうと思って。うん。で、そしたら、やめろとか、詐欺師とか。なんでね。で、これ別の人ですよ、もちろん。違う人。一人が10件とか送ってんじゃないですか。単語だけで、やめろ。単語だけで。で、パッて見たら、300万返せ、とか。うん。300万で、なんだこれと思って。うん、ただ、その、前さ、うん、その、岡野さんにね、はい、聞いた話で、うん、まあ、岡野さんも、うん、なんか死ねとかちょくちょく来るって言ってたから。DM で。DM で。俺もう悪霊になっちゃったんだと。なんだろう、本当にそういうクズが嫌いなやつが、うん。まあ、それはもちろん。言いたいと。うん。だから、まあ、仕方ないことなんだと思ったの。うん。こうやって詐欺師とか来んのも。まだいいよね。そのダイレクトメッセージで、もぐらしか見れない状況だから。そうそう。その、リプライとかで全員が見れるところに、死ねとか送んないからいいよね。うん、って思ってたら、うん、リプライ来たのよ。リプライも来たの。で、リプライ来て、うん、で、パッと見たら、うん、なんか、ついに、公の場に、あなたがしてきたことがバレてしまいましたね、みたいな。早く300万円、返した方がいいですよ。何これ何全然概要がつかめないんだけど。で、最後に、なんかバスターズ見ましたみたいな書いてある。えバスターズ見ましたって書いてあって。バスターズそう。ハッシュタグ、追跡バスターズみたいな書いてある。追跡バスターズそう。で、はい、追跡バスターズってなんだと調べたら、はい、要はその、よくさ、オレオレ詐欺とかをさ、うん、追い込むような番組あるじゃん。警察24時みたいな。みたいなのの、はい、その探偵版みたいな。ああ、はいはいはい、はい。わかる。うん。のがあって、で、その追跡バスターズっていうのは、それが TBS で、はいはい。ね、放送されてたみたいな、そのちょうどその俺がライブやってる時間に。うん、で、そこで放送されてたのが、うん、元有名芸人の鈴木っていうやつが、うん一応、カッコ借りとはついてんのよ。鈴木カッコ借り。っていうやつが、うん、借金300万円を借りて、うん、で、その借りた知人から、3年半飛んでるっていう、内容だったの、うん。で、その知人の方が、もう、いても立ってもいなくても、うん、鈴木許せねえって言って、うん、バスターズに電話して、なるほど。まあ、坂上忍さんの番組なんだけど、あはいはい、で、なんとかしてもらえませんか、弁護士さんっていうのを追跡してたの。そのドキュメントで放送してたの被害者の方そうそうそう、はい、でその有名芸人鈴木の行いがとにかく悪くて、うん、要はもう借りたお金ですぐ飲みに行ったりとか、うん、あれで借りたお金で、うん、めちゃくちゃパチンコ行ってるとか、うん、あでなんだろうまあ、すげえ太ってるとか、うん、特徴がどんどん出ていくわけですよ、ね、でモザイクかかってても、うん、太ってる姿とか見えるわけですよで俺も、うん、これは見とかなきゃいけないと見たの、 そのちゃんとバスターズを番組を見たそうそうあ見たそしたら最初は、うん有名芸人鈴木カッコ借りって書いたんだけど、はい、映像が進むにつれ、はい、借りとかはやっぱめんどくさいからさ、うん、鈴木としかやっぱ出なくなったりするの、まあまあねはい、で再現 VTR でも、うんどうも芸人やってます鈴木ですみたいなのがあってさって、はいうん、太ってる人がやってるそう、そう、うん、でさらに、うん、その特徴として、はい、カラオケバーで働いてるっていうの
だからカラオケ確定じゃないの。痛いな。と一緒やん。だからその仮とかそういうのを見逃した人からしたら、これはもう完全に俺だっていう風に、まあ思っちゃっても仕方ないというか、お前じゃないの。だからそれを一つ言わせていただきたくて、まずね、うん、昨日バスターズで放送された元有名芸人鈴木は、うん、はい、僕ではございません。本当に。いや本当そうです。本当にそうなんです。本当にそうで、だからそのちゃんと違うよってところもあって、その鈴木かっこ借りは、はい、300万円を一人から借りてんだよね。うん。で僕そういうことしないんですよ。あ、まあ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 、ちょこまかちょこまか、ね、ちょこまかというか、はい、まあいろんな方から少しずつ全員をちょっと貸していただいてるっていう、うん、だからちょっと元気玉スタイルなのよ。カメハメハスタイルでみんなオラに金を分けてくれる分けてくれるスタイルなの。わかる。なるほどね。カメハメハじゃないんですよ、うん、私みんな別にそんな元気吸い取られてないもん。だから忘れちゃうんだ、元気吸い取られたこと。だから5000円ずつとかだから。いやでも、まあ、元気吸い取られてるんだ。いやそこは置いといてください。いやそこはまず置いといて。今はその俺は昨日バスターズ出てないよっていうのをやっぱ言いたいわけだから。でそれで番組でね、うん、鈴木が運転とかしたの、車を。ああはいはいはい。そのお金貸してくれた人が来てんのに、うん、債権者の方が来てんのにキューッと急発進して、うん、車が運転して逃げたりとか。だから本当どうしようもない人なんです。そう、で、うん、鈴木かっこ仮がね、うん、ですよ、うん、で鈴木かっこもぐらではないってこと。でもないです、うん、その免許持ってないじゃない。まあ免許はないですね、うん、まあ無免許だったらできるけどね。そうそうそう、で、まあ、そうそうそう、まあ、無免許だったらできるけど、うん、でも無免ではそんな乗ったりとかそんな絶対ないし、であとそのパチンコのシーンとかあって見てたんだけど、はい、うん、鈴木かっこかりは、うん、こう無造作に1万円入れてたの。サンドに、はい、サンドっていうそのお金入れるとこがあるんだけど、はい、パチンコの横にね、うん、で俺は必ずサンドに1万入れるときは、はい、伸ばして、うん、で逆向きにして入れるのよ。絶対その俺の元に持ってこいよって原掛けなんだけど、これもね原掛け、原掛けね、原担ぎなんだけど、だから逆さにして絶対に逆さにして入れるの、はい、逆さにして、うん、俺の方向けて入れる、うん、目を合わせてちゃんと入れる、うん、はいはい、で鈴木かっこかりはそれをしてなかった、うん、そんなキモいとこ再現しねえよ。いや再現じゃない。もしお前だったとしこれ隠し撮りだから、これ隠し撮り、リアルな鈴木の隠し撮り映像、パチンコやったとか。そうそうそう、本物の鈴木が出た、本物の鈴木が隠し撮りされてて、その時の映像だから、だからこれは確定なのよ。わかる。俺じゃない。俺は絶対に。あのパチンコの打ち方は僕じゃないと。あのパチンコの打ち方は俺じゃないです。あ、まあ、なんとでも言えるけどな。っていうのもあるしね。ああ。そう。だから、もう、その誤解をなんとか解きたいなと思って。なるほど、ね。結構、そのツイッターとかで、やっぱり、うん、昨日の追跡バスターズの鈴木は、うん、私、鈴木もぐらだと、うん、まあ、思われてる方もいらっしゃるんで、うん、そこはちょっと違いますよっていうのもね。ああ。うん。まあ、ただ、でも聞いたところで、まだ 100% 鈴木もぐらじゃないって確証はないけどね。いやいやいや。誰なの？待ってよ、勘弁しなさいよ。え？誰かは、最後まで出てなかったの？いや、そりゃそうだよ。それだってモザイクかかっててさ、誰かはわかんないようになってるけど。あ、なるほどね。まあ、ネットには出てるみたいだけどね。ネットに出てる。俺知ってる人。まあ、俺からは言えないけど。俺からは言えないっす。ああ。CM 入ったら教えてください。まあ、うん、裏でね。裏で。なんとなくでも、なんかやばい。吉本興業ですか？はい。吉本興業。いや、なんか俺からは言えないって。マジで。それは。お前もう、ちょっとわかるだろ、お前。あ、わかっちゃった。空気階段の踊り場。改めまして、こんばんは。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。はい。先週ですね、もぐらの妹、みーちゃんと遊ぶという、はい、遊ぶという体でやってた、はい、あんちゃん遊ぶというコーナーが、はい、ラジオ聞いたみーちゃんに、バレて、惜しまれつつも強制終了という形になりまして。まあ、そうですね。はい。まさかのね、身内にバレて終了するっていう、AV スタイルの、AV 女優が引退するときスタイルの、まあ、お母さんごめんなさいスタイルのね。お母さんごめんなさいスタイルね。お母さんごめんなさい会があってもよかったね。お母さんごめんなさい会、うん、
いや、そこはだからあんまりやりすぎると、うん、結局まだ俺修復できてないから関係をね。連絡は取ってないんですか？まだ。まだ、その、みーちゃんとは取れてないですよ。あら。うん。お母さんとは取れた。まあ、まあ少しはね、取れてるけど。なんていうふうに。みーちゃん怒ってるよみたいな。のは来ました。あとなんか、ポコパンのやつ来ました。なんか、LINE のなんか、うん、俺に送ったら、うん、母親にポイントが入るみたいな。ポコパンやってるな。ポコパン、ポコパンメッセージだけ来ました。はい。まあそういう状況でございます。なるほどね。はい、まあそういう、あんちゃん祖母終了したことにつきまして、結構ね、はい、その、ええ、惜しむ声が多くて。まあありがたいことにね。ありがたいことに、すごいいろんな、聞いてくれてる芸人とかからもね、もう本当に悲しいですっていう、お声はすごいいろいろいただいてね。ありがたいよ。うん、ありがたいです。でね、ちょっと、新コーナーを考えましたみたいなメールも、結構届きまして、はい、ちょっとご紹介させていただきます。はい。はい、ラジオネーム、777。あんちゃんあそぼの終了、大変残念です、はい。リスナー及びもぐらさんの心にぽっかり開いた穴。それを埋めるべく新コーナーを考えました。お父ちゃんあそぼはどうでしょう遠く離れた北海道で会えない日々を過ごすもぐら父ちゃんと辰丸。そんな二人がラジオの中だけでも仲良く遊ぶ、そんなハートウォーミングなコーナーをよろしくお願いします。父ちゃん遊ぼういいじゃん、遊べばいいじゃん。3回しか会ったことないんだからさ。いや、でも、辰丸と、その私の歴史っていうのは、うん、まあこれから作られていくものですから。うん、まあ現実で、まあ作ることはできるけどね。そうです。で、公園とか行って、うん、ね、ちゃんとブランコとか乗せてとか、うん、靴飛ばししてとか、うん、ね。そういう健全な遊び。そういう健全な遊びです。あれは、モグラと、モグラの父ちゃん。白鳥の親父とか、ウイの親父と、二人いるから。いや、もう、いいよ。白鳥の親父とはどうやって遊んでたの ?8 歳ぐらいまで白鳥の親父。言わなかったっけ、前。どんなんだっけ?いや、なんか、月光仮面。そう、風呂敷をいきなり俺の体に巻き始めて、うん、で、なんか、顔とかにも巻いて、で、月光仮面にして、遊んで、写真撮ったりとか。あ、それは白鳥の親父か。そうそうそう。あとなんか、そう、なんだろう。まあ、あとはその、パチンコ屋ね、連れてってもらって、うん、目押しね。ほら、ここ、これ。膝に乗せて?そう、膝に乗せて、こう、リズム取って。はい、ほら、ここだ。ここ。これ、7。はい、7。あ、それ。あ、なんか。はい、7っていう。おー、7揃ったよっていうのは、やってましたよ。だそれでリズム感みたいなついたからね、俺は。なるほどね。うん、多分ね。パチンコ屋でリズム感身につけた。目押しで。吹奏楽部で俺、大太鼓とかやってたから。あ、そうだよ、ね。それは目押しで培ったリズム感だと思ってますから。いいじゃん、そんな遊びとかも。いやいや、そんなのもう子供がやる遊びじゃねえよ、そんなの。ういはういの親父とは何して遊んでた、ね、何して遊んでたかなでも。二番目の。うん、普通に、二番目の親父は、はい、もうちゃんとそういうピクニックとかそういうの連れてってくれてたと思う。ああ、そうなの、うん。なんかバドミントンしたりとか。ええ。なんかその真っ当な遊びでしたよ。背中に、唐獅子ボタンの絵が描いてあるのに。いや、まあ、そういうこと言うなって。そういうことは。すごいね。唐獅子ボタンの絵が描いてあるのに、ピクニックとかバドミントン。今これ俺が言ってるんじゃないですからね、お母さんが。先週お母さんにお怒りを受けてた。そう。人様にそういうことを言うなって言われてる。人様にね。で、いいじゃん。父ちゃんお絵描きして遊ぼうでさ。いやいや。じゃあ今日は竜を描いてみるか。いや、消えない絵だから。ね、うん、だからういいじゃないですか、父ちゃん遊ぼう。いやいや、もうそれはちょっとだから考えさせて。こっちにも来てますから。はい。ね、進行難案が。うん。ラジオネーム、踏切チック。あんちゃん遊ぼうの代わりの新コーナー考えました。はい。もしも、水川かたまりが、号泣プロポーズをしたら、もういいよ。のコーナーです。やんない、もういい、もう読まない。説明するより、例を送った方がわかりやすいと思うので、一つ送らせていただきます。いいよ、送んなくても。背景、小田裕二さんへ。お元気ですか?僕はだいぶ元気です。前に送った手紙には、今はなんだか温かい気持ちで見れていますって書いたけど、レインボーブリッジを見ても、世界陸上を見ても、山本貴弘を見ても、あなたのことを思い出して胸がギュッとなります。
でも胸がギュッとなるたびによし頑張ろうという気持ちにもなります。僕はあなたのことが大好きで、どうしようもなく大好きで、もう一度大好きになってほしくて、夜中に一緒に散歩したり、朝起きてよくわからないダンスを見せられたり、ラララララプサンバディとなったり、今度は僕が支えたり、ネバ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 ったりします。本当に本当に世界で一番大好きです。だから僕のお嫁さんになってくださいという。いやちょっと聞いてないじゃん、ちょっと耳塞いで。いや終わった、いや終わったって言う、せっかくだってリスナーが送ってきてくれてんだから。いやもちろん別に聞こうとは思いましたよ、その、うん、嫌がる最初素振りを見せましたけれども、その一応最初背景織田裕二様っていうその面白メールに、仕上げてくれてるんだろうなっていうのは想像ついて聞いてましたけど、やっぱりね聞きたくないです。いやいや書いてあるじゃん、だってその本当に最後までちゃんとそういうの書いてあったよ。いやいや、お前が耳塞いでる時、ラララララプサンバディとなったりとかさ。この辺聞いてないっしょ。めっちゃ面白そうだね。断片的に聞いたら。ネバ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 ったりとか。そういうの書いてきてくれてんだからさ。でもごめんなさい。それは本当に申し訳ないですけど。それはちゃんと聞きましょうよ。え、ね、聞くつもりでいたんですけど、その、わかります？断片的に面白いんだろうなっていうのは伝わってきますけども。うん、まあ、あと本当に広い視点で見てほしいっていうか、分かってほしいのは、はい、もちろんお前の辛さもわかるけど、はい、その2番目の親父が背中に絵入ってるとかのが、うん、俺多分重いと思うんだよ。ね、うん、俺もわーとか、そういう気持ちあるよ。俺平気で言ってるわけじゃないから、全然。そうね、いやそう、俺だって耳塞ぎたいというか、でもどうしようもならないことじゃん、それって。そうです。もうどうにもならないことなんですよ。どうにもならないことなんですよ。自分が歩んできた道ですから、はい。自分のルーツですからね。そうです。それは考えてください。はい、まあでも、まあ、これはじゃあちょっと難しいってことね。まあ別に全然いいですよ。ただ、本当に僕が逃げる可能性があります。だからそういうとこで逃げるから、こういうことになったんじゃないの、うん、そういう精神的な弱さというかさ。いやだよ、うん、本当のこと言わないで。まあ、あんまり言っても仕方ないって。本質をつかないでほしい。一旦保留でね。一旦保留で。うん、はい。そしてね、時々スペシャルでやっていいですか、もう一つお知らせしてた、はい、こちらの新コーナー行きましょう。レンタルモグラ、こちらのコーナーはですね、タイトル通り私鈴木モグラをお貸ししますというコーナーです。はい。まあ僕がね、クズを卒業して真人間になるため、その人のためにね、こう何か役立てることをしたいという、はい、まあ、そういう気持ちから始まったコーナーでございます。はい。僕の方からちょっとルールの追加のお知らせがございまして。ルール、はい。まあお金はもらわないという、あ、それはそういう約束です、はい、約束で、もう人のために働くから、そうです。もう別にお金はいりませんということを、はい、言ってたんですけれども、もう依頼主の方に一応もし、はい、モグラの働きぶりに対してお金を払うとしたら、はい、いくらですかっていうのを、うん、毎回聞いて、うん、もうそれを仮想給料として貯金していって、はい、でその合計金額が650万円になるところまで行きましょうという目標。仮想借金返済ができたらってことですか。そう、実際の借金が今650万円でしょ、マイナス、はい、でだからその一旦徳を積んで、はい、650万円貯金して物質的にも精神的にも、もうクリーンなゼロの人間になりましょうよという。なるほどね、うん、精神的な面が俺には足りてないんじゃないかってことね。そうです。お金会社いいんだよってことじゃないと。そうそうそう、うん、鈴木かっこかりも昨日言われてましたけどね。お金会社がいいっていうもんじゃねえんだよと。そうなんです。うん、分かりました、了解です。だからこれを、はい、目指して頑張ってください。分かりました、うん、はい。まあ、今回ね、はい、その第1回目となる今回は、はい、この番組のディレクター越崎さんからの依頼でございます。はい。その依頼内容は、家に出たネズミを退治してほしい。はい。まあ、先週のオープニングでちょっとお話ししましてね、最近出るようでネズミが越崎さんの家に、うん、まあ、そのトイレの扉がね、はい、かじられてたりとか、はい、床に糞が撒き散らしてあったりみたいな話もあってね、うん、だから俺はもう断ってたじゃないですか、先週はね。うん、本当行きたくなかったんです。まあ、モグラネズミ嫌いだもんね。嫌いでもムカつくしね。入れないもんね、ムカつく。でも、まあ、なんだかんだこう話しててね。はい。ネズミといえば、うん、私、鈴木モグラ、みたいな風に。まあね。なってしまったと。うん。まあ、なぜかというと、うん、そういう、まあ、
俺の住んでた家にはネズミがいっぱい出て、うん、で置いといたね、うん、クリームパンのクリーム中身だけ食べられたりとか、はい、あとネズミしかかかんない病気かかったりとか、はい、まあ、そういうのがある中で、うん、まあ縁が深いというかね、そうですね、長い付き合いだからもう行ってくださいということになってしまったんです、はい、なんでもう、うん、行ってきました、はい、で23日水曜日夜から翌日の朝にかけて、うん、夜通し？夜通しです。はい。ネズミは夜行性ですから。ああ、そっか。はい。止まったってこと？止まりました。はい。そんな簡単な戦いにはなりませんから。ああ、なるほど、はい。ということで、まずはですね、はい、その現場の様子を見るために、小崎さんの家の状況を見に行きましたので、はい。そちらを、まず先にお聞きください。では、どうぞ！さあ、これは小崎さんのご自宅ですか。この段階でね、203号室ということで、この段階でどうかというかね、じゃ今これ開けてすぐ出てくる可能性もありますからね、夜なんで。ちょっとあれ、早速玄関入ってすぐ目の前にトイレがあるんですけど、これもうおがくずが出てますね。これが毎回あるのよ。それにうわ、この黒い細長いこのちっちゃいのこれ糞ですね。だいたい小指の爪ぐらいのサイズの。ちょっといいですか。すいません。さあ、まずちょっと足洗わせてもらってもいいですか。足臭い。足臭いです。はい。足をちょっと先に洗わせていただいて。足臭いのか。え、これひねったらお湯出るタイプですか。あった。ちょっと臭いですね、足が。あー、臭っ。入ってないと思う、うん、あー、臭っ。ネズミの匂いをまた違う匂いしますから。ということでですね、状況分かりましたかね。なんとね、またもやトイレの扉がかじられておりまして、おがくずと糞だらけです。まあそれちょっと開けたらフローリングの床になってるんですよ。あ、なるほど。そこにもうおがくずと糞がね、はい、撒き散らされて、うん、ということでね、うん、そんなことよりな感じがしたけどね。もう何がですか。あんなに大人がくせえくせえわめくかね。本当に害獣がもう一匹増えただけになってるから。いや、まあ、だから私もそれはもう本当に申し訳ないと、うん、うん、思ったんで先にも言っときました、はい、あ、まず足を洗わしてくださいと、うん、すごい臭いんで、まあ、もぐら人んち上がるときは絶対、絶対それはもうそうします。なんほんと臭いもんね最近。いや最近ってことか、昔からよ足は。もうえ、でもともみちゃんと一緒に住んでたときは臭くなかったでしょ。いや、そんなことないよ。足は臭かったの、うん、足は多分臭かったです。あ、そっか、はい、うん、いいんだよそんな、いちいち足は臭かったとか言わせなくて。ネズミの話してんすか今。足の話してる。分量的にほぼ足だったから。しかも俺は依頼を受けて行ってるから。ネズミを退治してくださいって。俺は行きたくないですよっていうのはすごい言ってるんだから。ね、でもどうしても来いって言うから行ったんですよ。わ、うん、かります、はい、というわけでね、まだその家の様子を一目見てもわかりました、うん。まだ暴れ回ってます。ネズミがもう好き放題やってると。やってる。なんで一旦家を出まして、はい、まあ、近くのね、ドンキホーテに行って、うん、ネズミ撃退グッズを購入してきました。ああ、はい。まあ、ネズミホイホイみたいなね。こう、取り戻し。ゴキブリホイホイのネズミ版みたいな。ネズミ版みたいな。まあ、いろいろあるのよ。なんか置くだけでいなくなるとか、うん、あとバルサンみたいな。タク系の。タク系のやつもあるんだけども、うん、まあ、今回はそのネズミホイホイを、まあ、使って。はい。うん、で、あとは、ネズミの好物ね。うん。まあ、チーズとか。チーズ。うん。あと、まあ、俺の経験から言うと、クリームパン。ああ、クリームパンを食べられてるから。はいはい。それを、その、まあ、鳥餅の近くに置いて、うん、で、ネズミをおびき出し、おびき寄せて、捕まえようという作戦です。はい、あ、なるほど。はい。で、まあ、このグッズを、まあ、いくつか買ってですね、家に戻りまして、はい、ただね、これ、やっぱネズミって、この仕掛ける場所が重要なんですよ。うん、うん。むやみやたらに置いといても、うん、やっぱ取れないんで、頭いいから。あ、もう、あ、ほいほい、やってるなんてなっちゃうんだ。そうなのよ。あ、もう、分かっちゃうから。うん。うん、ただね、ここで私、そこはもうネズミとの格闘力が長いですから。ああ、家を見てひらめきました。それではお聞きください。どうぞ。そうです。あとさっきのあのトイレの向かいの洗面台の下あるじゃないですか。うん、あそこあれずっと開けっぱなしなんですか。あそこが来た時開いてたんですよ。
あの、あそこの中に穴あったりしませんかね。ええ、水道、はい、通すパイプにつないで穴があるんだけど、はい、そこの閉じてる、ええ、なんかカバーがちょっと外れてるな。あら、上の方外れてるわ。ほら、やっぱもうビンゴですよ。もうこの通り道ですよ。こっから通ってきて、ネズミ1匹分ぐらいなんか開いてるですよね、うん、ほらビンゴですよすごいな、マジで完全に専門家の喋り方だもんな、ということでね、洗面台の下のパイプ、はい、それを通すカバーみたいなのがあるんですけど、はいはい、そこにちょうどネズミ一匹通れる穴があったと、うんうん、あ、そこが通り道になってたんだ。うん、まあ、やっぱり水回りね、はい、あと日の当たらない場所ね、うんうん、やっぱね、おかしいと思ったのよ。最初は閉じてたの、その要はパカッて開くでしょ、その洗面台の下の扉がね。あの、はいはいはい、パカッて開く、洗剤とかをしまったりするようにしたところ、ね、そうそうそう。でもね、閉まってたのに、はい、ドンキョーって言って戻ってきたら、うん、片方開いてたよ。ああ、じゃあもうその間に、そう、出入り、そう、はあ。で、俺はやっぱそのね、うん、ネズミの動きをちゃんと覚えとかなきゃいけないから、うん、最初家出る前の家、はい、と帰ってきたのは家、ちゃんとその光景を間違い探しですよ、だから、うん、ああ、そう覚えておいて、もしネズミが動いたら、そうですっていうことを頭に置いて、そうです。で、あ、ここが違ってると、はあ、ここいませんかということで、うん、ビンゴですよ。すごいですね、すごいな思ったよりすごい、本当にネズミに対する知識が、まあね、うん、まあ伊達に戦ってきてないですまあ、ということで、その洗面台周りに2つ重点的にね、置いて、はい、あとソファーの周り、ここもちょっと糞とかあったんで、はい、まあ奥のね、壁沿いに2つ、はい、そしてまあトイレ、はい、ベッド周りと、計6個設置しました。はい、あ、なるほど。で、まあそのまま小地崎さん家に泊まらせていただいて、はい、翌朝ですね、起きて、ネズミホイホイをチェックしたんですが、はい、結果から言うとね、はい、まだ罠にはかかってません。あ、なるほど、はい、まだ収穫はまだ捕まってませんでした、うんうん、まあ、ただね、そのネズミとの戦いっていうのは、うん、まあ小崎さんにも言ったんですけどね、うん、これ1日じゃ終わらないです。なるほど、はい、長い戦い、1日じゃならず、そう、はい、なんで、まあ、あのここは根気強くね、はい、頑張っていただきたいんですけど、うん、ただ時間の問題です。絶対に必ず勝利できますすごいね、本当ネズミ退治のプロ、はい、でネズミを捕まえて、あとはすぐ穴を塞ぐと、うん、いうことでね。うわ、心強いな。お願いします、はい、ちょっとね、今回の依頼者の越崎さんから感想が届いておりまして、まずネズミが出てきた穴を見つける能力はさすがでしたと。ありがとうございます。まあやっぱりこれはさすがですね、うん、もう専門家な、はい、ただ、とにかく足が臭いお風呂で洗った後も臭い、靴下も靴も臭い、消臭スプレーを何度しても臭い、あとですね、はい、新品の歯ブラシをあげたのに磨かないそしていびきがうるさすぎて一睡もできなかった、帰りも毛布をぐちゃぐちゃのまま帰っていった、毛布も臭い結果モグラが家にいるよりネズミがいる方がマシだったという感想を。なんでさ、新品の歯ブラシ。だって頼まれて言ってんのよ、まず。いや、俺嫌だって言ってたよ、先週。うんうん、ネズミ、会いたくないっすよ。もちろん、それは、うん、それはわかる。だからそこに関しては。なんでこんなこと言わなくちゃいけないんだよ。違うじゃん、でも。なんで新品の歯ブラシあげたら磨いてくれないんだよっていうのはあるよ。違う、それは、うん、ね。ものすごい時間かけて、うん、ネズミの動向とかチェックして、うん、糞とかもチェックして、ドンキ行って買って、うん、設置してってことやってるわけですよ。まあ、もちろん。で、もうその間にもうね、うん、結構時間も経ってる。うん、はぁ、こう、一息ついたところで寝てしまったっていうだけなんですよ。はい、今ちょっと、越崎さんから速報が入りまして、はい、あの、朝起きた時も歯を磨かなかったというやつ。なんで？いや、それは。なんで起きてからも。いや、それは言わせてください。それも、ちょっと僕が、ちょっとあんま、なんだろう。寝すぎちゃって、うん、要は、もう家出るぞっていう感じで、うん、あの、起こされたの。いや、でも、小崎さん20分前に起こしたっていうふうに今言ってる。え？
だ俺はさ、頼まれて言ってるわけじゃん。またそ、またその武器引っ張り出すなんて。いや、そうじゃん。っていうか、歯を磨けって。歯磨きますでいいんだよ。だそれは時間とかいろんな問題がある。歯を磨いてくれよ、頼むから。だから、全然磨くよ。普段磨いてるし。普段磨いてんの？磨いてますよ。怪しくなってくるよ。全然磨いてます。まあまあ、で、腰先でね、あの、先ほどお話しした、はい、仮想給料。おちょっとお聞きしたところ、はい。4000円です。安いよ、はい、4000円ということで。なんで4000なの？もちろん、あの、本来の。どうやってそれ計算されてんの？その4000は。あの、本来だったら1万円だったと。はい。ただ、その。1万円でも安いよ元にケチつき始めた。そんなのだって、ネズミだよネズミだよだって、相手は。いや、そこにケチつき始めちゃダメだよ。まあまあ、なんで1万じゃないの？なんで4000まで下がっちゃうの？だから癖だからだよ。癖し、いびきかくし、歯磨かねえし、もうぐちゃぐちゃにするからだよ。いや、それはもう、クリーニング代。いや、プラマイゼロ。クリーニング代でマイナス6000円です。もう二度と行かない。ネズミ大使のメールは絶対もう行かない。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。私、もぐらは、ネズミしかかからない病気にかかったことがあります。うえ。マイナビラフターナイト、空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。はい。もぐら、すべてのメールの宛先は、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場 @tbs.co.jp、 踊り場のりは RI です。はい。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さようなら。ニンニン、ドロン。モグラの昨日のいびきがどれだけうるさかったか聞いていただきましょう。どうぞ。いいよ。これはきついよ。これは4000円だよ。